Welcome to ThinkTech Hawaii. こんにちは、ハワイ。A Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue. And today we have a guest, Miss Chie Hasegawa Blakeney in the studio. And Chie-san is a harp performer, an educator and instructor, and also owner of Aoyama Harp Hawaii. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送はハワイでハープ奏者、指導者として活躍されていらっしゃいます。青山ハープハワイのオーナーでいらっしゃるブレイクニー長谷川千恵さんにスタジオにおいでいただいています。千恵さん、お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はということで、今日はハープの話題です。で、早速なんですけど、はい、チェさんは、新聞などに記事を書いていらっしゃったり、はい、それオンラインでも見えるそうで、後でご説明しますが、ただ奏者と指導者というだけではなくて、ハープを啓蒙するということで、いろいろ広げていらっしゃるということですね。で、ハープっていうのは、一番古い楽器っていうふうにお伺いしたんですけど、そうなんですか？ハープというのはですね、はい、そうですね、最初は狩猟時代に、はい、狩猟時代、はい、古代のもう太古の狩猟時代に遡るんですけれども、その時に、木を使ったり弓を使ったりして、はいはい、よく昔私たちもきっと輪ゴムなどをこう伸ばして、ね、ベンベンベンって音をね、はいはいはい、こう無意識に鳴らしたりした、はい、こうなんかこう遊んでるっていうか、こうありました、ね、撫でて音を鳴らすようなことが、はいはい、経験が現れると思うんですけれども、はい、こんなことやってますよね。おそらくそのような手法で使われていて、それが、昔ですからコミュニケーションに使われていたりとかすることもあると思うんですけれども、はい、古代、そうですね、現在3000年前のメソポタミア文明ですとか、はい、メソポタミア文明、はいはい、ありましたね、古代のね、はいはい、古代文明のエジプト文明ですとか、エジプト文明にも、はい、その時の、はい、もうピラミッドの壁画にはハープが登場してまして、ピラミッドの壁画にもハープが出てたっていうことなんですか？はい、書かれております。ハープってこうイメージはギリシャのアポロンみたいな、そういうイメージですよね。はい、はい、その時にも、はい、アポロンの時代にも出てくるんですけれども、はい、はい、古代のエジプトに出てきまして、登場してまして、うん、その時は薬としても使われていました。薬として使われていた。はい、ハープが薬だったんですか？演奏でその宮殿で弾くことはもちろんされていたんですけれども、はい、それ以外にも病を治す薬として人々 の、 この心と体に寄り添ってきたという歴史があります。ハープというのは楽器だけではなくて心と体の病を治す薬だった、はいはい、楽器イコール薬というなんかちょっと新しい目から鱗なんですけど、そういうふうに使われていたわけなんですね。はいはい、でギリシャ時代に入り、ギリシャ神話ですね、はい、あの時はアポロンですとか、はい、オルフェスですとか、はい、ムーサー、英語で言うとミューズですよね。はいはい、ミューズもこう学問の神様として女神が何人かいますけど、その中にもハープを掲げている女神がいたり、はい、それは学問であったり芸術の象徴として、はい、ハープっていうものがあったんですけれども あとは聖書にもダビデ王とかサウル王でハープが出てきて、もうあちこちに登場しているということですね。はい、じゃあちょっと後でまた聞かせていただきたいと思うんですけれど、はい、Cさんがこのハープはに見せられた、ハープをやってらっしゃるっていうのはもう長年やってらっしゃるわけですよね。そうですね、私がハープを始めたのは、はい、ピアノをずっと2歳からやってたんですけれども、2歳からピアノを弾いてらした、はい、はい、で15歳の時にハープに転向しまして、ハープに転向した、はい、どういうきっかけだったんですか？ずっと憧れだったんですが、憧れていた、はい、子供の時から初めて聞いた時から、はい、音を聞いた時から、うん、その音に魅せられまして、音に魅せられた、はい、はい、音がどこで聞いたんですか最初に？ミュージカルを見に行った時にですね、はい、子供の時に、はいはい、ミュージカルなので、はい、オーケストラはこのステージの下に行って見えないんですけれども、はい、ね、はい、このハープの
っていう音が時たま聞こえてきて、はい、それがすごく聞きたかったんですけど、ミュージカルを見るより、はいはい、でミュージカルが終わって、はい、わざわざあのオーケストラのところのまで覗き込みに行きまして、はい、そしたらハープがある、あ、これが本当のハープなんだっていう、あの大きいグランドハープなんですけれども、はいはい、グランドハープって言うんですね、はい、大きいオーケストラで見かける大きいハープなんですけれども、はい、それを見て見せられちゃった、はい、はい、でその頃はまだハープというものは習ってませんでした、うん、はい、でピアノをやっていてから音楽をやっていらっしゃったけれど、はい、そのオーケストラの経験があってまだ小さい時ですか、はい、見に行ったのはそうですね、なんか10歳とかそのぐらいですか、そうでしょうね、はい、そのぐらいの時にもうわーってなっちゃってなりましたね、で、はい、ずっとテレビとかで出てきたら、はい、あのドキドキして見てました、ドキドキして見ていたそうです、はい、もうハープのための人生みたいな感じなんか巡り合ったような感じがしたんですけれども、はい、で大学であのハープで行こうと思いまして、うん、思いましてと言いますか、行きたいという、じゃあ音楽の大学にいらっしゃった、はい、音楽学部、日本の音楽大学のハープ科に入学しまして、なるほど、はい、はい、で今日はですね、ちょっとこうポータブルのハープを見せていただいてるんですけど、はい、よろしいですか、はい、ちょっと音を聞かせていただければと思います、まず、私がつべこべ喋っているよりもちょっとこれ小さい、そうですね、ですね、はい、オーケストラで見かけるハープは47弦あってフルコンサートタイプというんですけれど、グランドハープといいまして、はい、あれは左に3つペダル、うん、右に3つペダル足元についていまして、ペダルがあるんだそうです、はい、もう簡単に考えますとここがピアノの発見ですね、はいはいはい、でこれはフックでここついてますけれども、はい、ペダルハープはこの下についてて、そこがピアノの黒鍵ですね。あ、なるほど、ここで臨時器具を変えていくという感じです、はいはい、なんか初めて見せていただいてるんですけど、なんか青や赤や金色でキラキラしてますけど、はい、でこちらのハープは29弦です。29弦、はい、29弦ありまして、はい、弦もこの色がいろんな色があるんですね、はい、4オクターブ出るんですけれども、4オクターブ、はい、はい、赤がどうで見えますか、赤がドなんですね、はい、ちょっと見にくいかもしれませんね、はい、ここは赤になってます、ね、赤がドって決まっているんですね、はい、あ、ドでこの青、はい、でたまにちょっと深い緑だったりする時もあるんですけど、はい、これがファダンですね、あ、ちょっとこうすると見えますね、少し色が出ているかもしれませんが、ね、皆さんここを見ていただくといいかもしれません、ここは赤だと下もずっと赤になってます、ちょっと画面では見にくいかもしれませんが、じゃちょっとこの私も聞かせていただいてよろしいでしょうか、アポロの世界ですが、この肩に掲げます、こういう風にね、はい、ハープは小指を使いません、小指を使わない、はい、はい、8本指で弾いていきます、8本で弾く、はい、こういう音がしてます、いい音です、ね、すごいですね、こう来ますね、包まれるような音で、はい、よく天井の音と言われたりしますけれども、天井っていうのは天国の天井ですね、そうですね、もうこちらの方になると高いこう響く音ですよね、はい、でどうしてその、あ、じゃあ少し置いていただいていいですか、その、まあ、今こう聞いて美しいなというふうには思うんですが、はい、どこが薬なんですか、そうですね、はい、この音というものには、はい、音の成り立ちというものには音の高さと、はい、音の高さと音、ね、はい、そうですね、うん、音の大きさと、はい、あと音色っていうものが構成されて音を作っていますけれども、はいはい、その音色というものが、うん、もうとても音楽のエネルギーのようなものだと私は思ってまして、はい、音楽のエネルギー、はい、音には倍音というものが含まれる、倍音、はい、これは1倍、2倍、3倍の倍ですね、はい、そうです、はい、倍の音で、はい、倍の音なんですけれども、はい、例えばその倍音っていうのは整数、うん、整った数、整数っていうものと、はいはい、不整数に分かれるんですが、はい、なんか数学の話になりつつありますが、はい、ちょっと、はい、かなり数学っぽいんです、科学数学っぽいんです、はい、はい、そこが面白いところなんですが、うん、整数の整った整数でずっと倍音が続けて出ていくっていうの、人間の脳とか心身機能を向上するっていう、はい、
そういうメカニズムがあるんですね。あるんですか。はい、で整数を聞いているとこう何か脳に影響があるってそういう感じなんですか。それは整数の倍音を聞くと、うん、ただ心地よくてずっとリラックスして聞いていられる。倍音を聞くと、はい、私たちの話し声ですとか、はい、水の流れるとか風がそよぐ、はいはい、鳥の鳴き声とかにも全て倍音が含まれているんですけれども、はい、あまりキャッチすることはできないですね。あまり意識してませんよね、はい、気持ちいいなとか気持ちいいな、この人の声気持ちいいなという、はい、眠たいなみたいなのね、はいはい、あのそれはいいことであって、はい、科学的と見ますと、はいはい、それはこう倍音が含まれているか眠くなるんですけれども、それはやはり脳波、はいはいまた関わってくるんですよね。倍音っていうことなんですけど、例えば私たちドレミファソラシドって習いますよね、はいはい、このドとこのこっちのドが倍音になってるんですか。そういう意味じゃないんですか。それではなくてですね、はい、すいません、ドを弾きますと、うんはい、ドを弾きなさいって言いますとドを弾きますけど、実はレもミもファもラもシもこういろんな音が鳴り合っててドを形成してるんですよね。そうなんですか。はい、そうです、はい、例えばこの、オーケストラで皆さんが、はい弾き始める前に、はい、わーってこうみんな合わせますよね。してますよね、はいはいはい、あれラの音で 440Hz と決まってるんですが、440弾きますと880も鳴ってまして、はい、でその上の1760も鳴ってまして、そういう意味の前をその整数で増えていくんですよね。で人間の可能な聞き取れる、うん、この周波数、はいヘルツで表しますけれども、はい、人間が聞き取れる可能な周波数以上の周波数、はい、高周波を、うん、このハープで浴びれるという、うん、ハープで浴びれる、はい、ということは440、880ってこう続きますよね、はい、その自分弦を止めない限りずっと鳴り響いています、はい、じゃあ耳には聞こえてないように思えてもなんかこう音が発生しているっていうそんな感じですか。もう細胞で体でキャッチしていますね。細胞でキャッチするそうですよ皆さん、はい、どういう意味の癒しなんですか。それがやはりその医学的にも証明されていて、うんはい、あのアメリカの例えばがんのセンターであったりとか、はい、あとは発達障害の子に使われていたりもしますし、はいアルツハイマー、はい、痴呆症、うつ、はいはいはい、そういうさまざまな、はい、あとは安楽死とかの時にも、質問なんですけど、はい、ハープ以外はそういうバイオンのあれはないんですか。ハープ以外の楽器でも出ます、はい、出ますが、はい、あの例えばピアノだとハンマーを通して弦をこう弾きますよね、はい、弾きますね。でペダルを踏んでいるとそれはずっとバーッと続きますけど、はいはいはい、次の音に行くと、はいまあ、消えます、はい、これは止めない限りずっと続いていきます、ね、なるほど、はい、そういう意味でそのバイオンがずっと体に何て言うんですか浴びさせられるというか、はい、バイオンシャワーを浴びているという感じです。バイオンシャワーだそうです、はいはい、でそれが静音ですか。整数の音である場合、はい、癒しがもたらされるということなんでしょうか。そうですね、癒しに効果に。でもちろんその音色とかいい音楽のそうですね、メロディーですよね。メロディーもあってあと自分の好きな曲ですとか、うん、そういう感情の部分も入ってきて癒しにつながる部分もあります、はい、なるほど、はい、はいということはちょっとあの少しここでお休みをいただいて後半にお話をしていただきたいと思うんですけれど、はいただの音楽って言ったら失礼ですね、他の音楽の方に音楽だけではなくてそういった科学的なこの数字とか周波数とか体温とかっていうそういう面がハーブにあるっていうところがまあミソというか。そうですね、他の楽器にもないことはないんですけれども、うん、もちろんありますけれどもやはりこれはすごく顕著に現れると思いますね、はい、でそれで J さんはしっかりそれにハマってしまったと、はい、最初からそのそっちのヒーリングだったり癒しの方は、はい、ではなく演奏の方で入ったんですけれども、はい、じゃあここでちょっとお休みいただいて、はい、We're gonna take a short break here、また後半、J さんに引き続きお話を伺いたいと思います。Take a short break. We'll be right back. Aloha. This is Winston Welch. I am your host of Out and About, where every other week, Mondays at 3, we explore a variety of topics in our city, state, nation, and world.
and events, organizations, the people that fuel them. It's a really interesting show. We welcome you to tune in, and we welcome your suggestions for shows. You got a lot of them out there, and we have an awesome studio here where we can get your ideas out as well. So I look forward to you tuning in every other week where we've got some great guests and great topics. You're going to learn a lot. You're going to come away inspired like I do. So I'll see you every other week here at 3 o'clock on Monday afternoon. Aloha. Aloha, I'm Dennis Wong, a host here at ThinkTech Hawaii, a digital media company serving the people of Hawaii. We provide a video platform for citizen journalists to raise public awareness in Hawaii. We are a Hawaii nonprofit that depends on the generosity of its supporters to keep on going. We'd be grateful if you'd go to thinktechhawaii.com and make a donation to support us now. Thanks so much. We are back from break. I'm Yukari Kunise, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Ms. Chie Hasegawa Blakeney, Harpist in Hawaii. ライブでお届けしております。ThinkTech Hawaii の日本語番組、こんにちは、ハワイ。今日はハワイのハープ奏者で、ハープの指導者ばかりか、ハープとは何ぞやという啓蒙活動も行っていらっしゃるブレイクニー、長谷川千さんをお招きしています。それでは引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。それでですね、そのいろんな活動をしていらっしゃる、中に、例えば先ほどのヒーリングに通じますけれど、お子さんに教育をするとか病院に行って、まあ、慰問みたいな感じでしょうかね、うん、そういうこともやってらっしゃるということなんですけれど、はい、まずここでちょっとハープの種類みたいなのをお写真を見ながらお話をさせていただいてよろしいでしょうか、はい、We're going to take a picture here and if you can show the first picture、 はい、これは、あ、ジェイさんが弾いてますよ。これは大きな、これは大きなグランドハープでして、これはグランドハープだそうです、はいはい、これは青山ハープの47弦あるフルコンサートの足にペダルが見えると思いますが、はい、後ろ側にちょっと、はい、カジュアルスポーツの感じで弾いてらっしゃる、なんか肉体労働なんですかねすごく体力を使います、ハープは、ね、はい、Next one、 わー、いっぱいありますね、はい、いろんな色があるんですね。これは木の種類がちょっと違うので色が違って見えるんですけれども、はい、薄めのものが、天然のメープルでして、メープル、メープルですね、はい、北米から一番状態の良い木を50年ぐらい寝かせてます。そうなんですね、はい、なので音がすごく響きますね。これはハワイにこういうお店があるんですか？いや、これは日本です、ショ、はい、ールームなんですけれども、でもこの全て、はい、まあ、ハワイでもしご購入いただけるということですね、必要だという方がいらっしゃいましたら、はいはい、紹介はいたします。で、これは、綺麗ですね。はい、これは先ほど言った女神のムーサという名前のハープですね、はい。これもグランドハープですね。これもグランドハープです。確かに下にこれだとペダルがよく見えますね。3段階ご覧いただけると思うんですけれども、これを一生懸命こう足でやってるわけですね。そうです、はい、バタバタしていますね。バタバタしてハーフ優雅に見えるんですけれども、表面的にはこうね、とっても、はい、優雅に見えますけど、よく白鳥にと例えられますが、白鳥だそうです。なのでハーピストはロングドレスを着て足はバタバタやってるんですね。そうですね、隠れるように結構着てますね。なるほど、はい、Next one please、はい、これは細かく見えます。これ色がよく見えますね、そうですね、弦のね、はいはい、ディスクがペダルを踏むと丸いディスクが動いて半音を抑えてこう上がったり下がったり、その上げ下げが、あんまりよくわかりませんけど、はい、マシーンですね、マシーンなんですね、はい、Next one please、 これはすごい彫刻がされてるんですか？これはこれは彫刻した上に金が貼ってありますね。これはなんかやっぱり見るといかにも神話の世界みたいな感じがしますね、はい、こうムードが出ますね。 Next one please、これは大きなハープと先ほど弾いていただいた、はい、はい、これは先ほど弾いた小型のハープと、うん、奥の方がですね、はい、足が取り外しできるんですけれども34弦ありまして、はい、初心者の方は奥の方が一番やりやすいというか、下からこう上がっているので響きがあるんでしょうかね。ちょ
独立しておけるのに一番手前のものはラップハープ、サウルハープと言いますが、はい、大山ハープの、はい、ハープの中では、はい、これはラップハープといって膝の上に置いたり、台の上に置いたりして、はいはい、ラップトップのラップですね。そうですね。なるほど。Next one, please. わあ、これはなんかすごいいろんな色が、はい、可愛らしいんですけれども、お子さんのためのものですか？そうでもないんですが、まあ好みで、はい、あの色をつけたい方がいらしたら。私は今日は赤にしてみようという感じです。そうですね、全色揃えられても素敵だと思います。レインボーカラーのハープも揃えられるという。はい、そうですね。Next one, please. はい、これはじゃあお子さんが弾いてらっしゃいますけど、なんかちっちゃくて可愛らしいですが、これ何弦ぐらいで弾いてるんですか？はい、これは先ほどここで音を出した29弦と同じものです。でも上はあんまりこうなんかごちゃごちゃないですね。そんなにこんな感じでは。これは裏からなんです。あ、裏からで、あ、なるほど、そういうことですね。はい、この方まだお子さんですか？なんかこう、これの当時で4歳だったかしら。4歳ぐらいから弾けるんですね。はい、暗夜でグッとこう押さえてるところが可愛らしいですね。そうですね、あの小さい椅子で座ってちょうど。ハワイの方ですか？そうですね。はい、Next one。 あ、弾いてます、弾いてます。こちらは千恵先生が指導してらっしゃるところですよね。これは学校に、はい、持って行きまして、はい、披露した子どもたちの前で、ローカルのハワイの学校ですね。そうです、エレメンタリースクールで。皆さんちっちゃい子たちは興味はどうですか？目がキラキラして、目がキラキラ、釘付けで、やはり、はい、ああ、じゃあ知恵少女の10歳の時と似てますね。そうですね。なるほど。で、最初じゃあこうやって膝に乗せてあげて、こんな指導されるんですか？子供がの時は、まあ、床に置いたりもしますし、はい、あの音を出して、うん、遊んで。皆さんなんか真剣に見てますね。あの癒されて、あの集中力が高まりますので、はい、この音をずっと聞きますと、ちょっと落ち着きのないお子さんにはという感じで、かなり落ち、子供が落ち着く音は出ます。はい、Next one, please. あ、この方はちょっと上、はい、大人の、でもちっちゃい手でも弾けてるんですね。はい、うん、10歳ぐらいになってますかね、この方はね。いえ、もう大人の方です。あ、失礼しました。お嬢さんかなと思いました。いえ、はい、とてもお嬢さんらしい方なんですが。Next picture, please. はい、これは、はい、これは障害を持たれた方なんですけれども、はい、この方は、日本からハワイにいらしたんですけれども、それは、はい、あの日本からね、ナイアドルフィンヒーリングプログラムという、はいはい、あのそういうツアーがありまして、はい、医療従事者があの一緒に来る、障害がある人でもない人でも、はい、ハワイに癒しの旅っていう、はい、そのイルカオのヒーリングをメインとしたツアーなんですが、はい、そこにハープのプログラムを、はい、組み込んでいただきまして、はい、でその際に、うん、あのハープで癒しの時間を共有しようということで、うん、つい先日なんですけれども、ね、でこの方は突然あの20代で発症されたんですが、はい、昔フラを踊ってらしてね、ハワイが好きな方だったんですね、もともとしかすると ね、はい、ご両親のお話によるんですけれども、はい、でじゃあウェディングハワイアンウェディングソングを弾けますか、いい音楽ですよね。はい、で指を一人ずつの指を持ちまして、はい、でこの方の場合はその曲を弾きましたらば、ご自分で弾かれたっていうことですね。で、ご自身では弾かれないのに、私が指を持って伸ばして、はいはい、こうの弾ける範囲で弾きましたら、涙を流されて、またこの指は動かなかったそうですが、お母様がおっしゃるには、はい、いつも動かないのに動きますということで、それから3回弾きました。そうですか。私もとても嬉しかったです。この方もそうですね、はいはい、この方も、赤い洋服を着ている方、この方もツアーでいらっしゃったんですか？そうですね、はい、そうですか。 Thank you very much、ありがとうございました。じゃあこういう活動もされていて、本当にあのハープがお薬だというところをやってらっしゃるわけですよね。でクラスを取る方もここでいらっしゃると、あの、はい、教室の方で、はい、あのヒーリングというのは別です、別のクラスですけれども、はい、あのハープ奏者を育てるという、養成する、はい、養成するという、はい、あのレッスン、はい、指導を行っています。なるほど、はい、ちょっとここであのどこに連絡をさせていただくと、例えばハープが習えるのかとか、ハープを購入してみたいという方はどういうふうにしたらいいのか説明していただいていいですか？はい、あの青山ハープハワイであの検索させていただいても大丈夫ですし、青山
ハープ、ハープ、ハワイ、ハワイですね、ね、はい、それで検索していただいても大丈夫ですし、はい、あとはあのマノアの方で教室を、はい、とあとハープのサロンで教えています、はい、あとマノアにサロンが終わりになって、はい、マノアの音楽教室の、はいはいはい、マノアミュージッククールというところなんですけれども、はい、うん、あります、ね、はい、すごく大きい音楽学校なんですが、なるほど、はい、そこでハープが習えると、習えます、チー先生から習えるんですね、はい、はい、あとコンサートとかそういうのもやってます。コンサートもまあ不定期ですけれどもやってまして、はいはい、あとは慰問コンサートとかもやっていますが、はい、はい、見ました。あとですね、チェイ先生はあの、まあ、オンラインで読めるそうなんですが、ハワイのローカルの新聞で、日経さんというのは日刊さん、ね、にも、ハープの話がですね、心と体と脳を育むハープのお話ということで6回連続でお話を書いています。もう少し細かくね、いろんなことが書かれて、バイオンとかっていうことも書かれていますので、ご興味のある方はオンラインで検索できるんですね、はいはい、で読んでいただくといいかと思います、はいはい、あとはその例えば、まあ、習うとこまではいかないけど、もっとハープのことを知りたいなっていう方はどうしたらいいんでしょうかね。ハープのことを知りたいとおっしゃいますと、はい、どのように知りたいでしょうか。どこに行くと、あ、じゃあそれはさっきの、あのハープの読んでいただくといいかもしれない。あ、そうですね、はい、あと他に使われる方としては、胎教で使われたいっていう方もいらっしゃいますね。そうですね、わかりました。リラックス効果があるのでっていう方もいらっしゃいます。ストレスをしてなってる方は、ね、ハープに、ちょっと試してみたいと、そういうことでもいいかと思います、はいはい、それではちょっとそろそろお時間が来たようなので、今日は知恵さん本当にありがとうございました。面白いお話でした。こちらこそありがとうございました。Okay, thank you. We are out of time. Chi Hasegawa, thank you very much. Stay tuned for more shows in Japanese. And thank you all for watching Think Tech Hawaii. I'm Yukari Kunise, host of Konnichiwa Hawaii. See you next time.